ハイスコアガール、星4。テレビゲームが大好きな人族の主人公のオスとテレビゲームを通じてしか自分を表現できない人族のメス、その二人がストリートファイター2を通して恋仲になるという恋愛漫画。うちらおまんじゅうは愛だの恋だのといった甘ったるい感じのシナリオが苦手なのぜ。甘さはあんこで十分摂取しているからね。そんなうちらおまんじゅうがこの漫画はディモールとベネだと思える恋愛漫画なのぜ。うちらが押し切りレンスケのファンであるだけかもしれない可能性もビレゾン。素晴らしい点は主人公の人族のオスがどこにでもいる等身大の少年に描いている部分で、母子家庭でまっすぐでゲームばっかりしているから学校の成績はドベ。そんな子供を親は勉強できなくてもいいからまっすぐ育てばいいよと主人公のまっすぐさを背景している偶性の親という設定で、その偶性の親を助けようとアルバイトをしているといった設定も主人公のまっすぐさをとても上手に表現しています。実は能力者だったとか化け物と契約したとかそういう主人公は特別だって演出は一切しないので。次にヒロインは金持ちの家の娘で親からきつくしつけられて育ったストレスを内在しており、そのストレスを唯一吐き出すことができるのがストに押している時って設定で、このヒロインは誰よりも格ゲーが上手だって設定。主人公の人族のオスは自分が一番ストにが上手いと思っていたところに同年代のしかも女子にボコボコに負けたことからこのメスをライバル認定するって部分がベネ。主人公はこのメスに一切恋愛感情を持っていないので倒すべきライバルなので、この関わりから偶性の主人公の生き方だったりに少しずつ心を開いていくメスの心境の変化と、どこまでもライバルを倒したい、ライバルが問題を抱えているならそれを解消して最高のコンディションのライバルと戦って勝ちたいって少年の気持ちとの心情の変化だったりの部分がディモールとベネすぎてあんこが震えます。このオスメスは二人で遠征した時に同じホテルに泊まるんだけどおせっせはしないのぜ。なぜなら主人公はゲームがガチうまいメスを尊敬していて友達だと思っている恋愛感情皆無だからなのぜ。そういった部分でも一切色っぽい部分を描かないのがディモールとベネ。異世界おじさんのようにガイルだったり格ゲーキャラが主人公の背中を押す演出もガチゲーマーだった漫画家の隙が文芸よく出ており、その演出を読んだ時に凄すぎてあんこをちぎりました。全体として大変よくできたジュブナイル漫画なのぜ。非常におすすめ。